はい、今回はコタさんちでおうちデート企画です。イエーイ。私はちょっと今先についてるんですけど、まだコタさんがお仕事なので、私はちょっとお部屋片したりとかいろいろやっていきたいと思います。せーの、どうぞ。はい、今ちょっと私服なので、これだと結構動きづらいので、いつも着てるパジャマ的な感じのものに着替えていきたいと思います。これはね、限定で買いました。ちゃんとあの5分前にアラームをかけて、5分前から待機して、ゼラピケのあのマリオシリーズのねキノピオを買いました。着替えていきたいと思います。はい、ということで着替え終わりました。かわいい。キノピオです。でも寒がりなんで、この素材で寝るのが好きです。毛布とかもそうだけど、なんかモコモコ寝るとよく寝れるので、うんうん、こういうのを着てます。はい、ということで着替え終わったのでお掃除していこうと思います。ではね、まずここも急いで出たであろうっていう服たちを畳んでいきますね。パパはいつもこんな感じなんですか？でまずアラームめっちゃ、あの目覚ましと携帯とかテレビのアラームかけてるけど、マジで起きなくて、でいつも結局間に合うけど、ギリギリに起きて、もうこっち行って、もういい大人だから自分で起きれるだろうってことで、あんま起こさない。遅刻しそうになっちゃってもう寝かしとくってこと？でもそれって自分が起きないからだよねっていうバカスパルタやん。ポヨはさ、もう脱いだらさ必ず毎日畳んでから家出るの、えらっ。私あの家のやつ全部、あのソファーとかベッドとか、うん、全部きれいにして出ます。マジ？だからあのコタさん家にお泊りとかした時に全部きれいにして出てって、じゃあ次お泊り行きますねって時になってさ、もう何があったんだろうってくらい汚いじゃあ次はこちらですね。これはちょっとまだマシな方ですね。今日はいつもはすごい、もうその下のこれがもうこっち出たりおうちデートはどんぐらいの頻度でするの？なんかさ、割とインドアみたいな話してたじゃん。でもどうだろう、基本的にご飯食べ終わってお家に帰ってきてとか言われてで、あ、そういうこと？アニメ見てとか、今はハイキューを見ております。あとこの人のマックはどうしてもこうやって出ちゃうらしいカバーちっちゃいってこと？分かんない。でも同じ枕なんです、私とこの中身。でもうち出ないの。もうこの人も出ちゃう。こんな感じですかね、ソファーとかも。こうやって、ほい。こんなもんですかね。コータのお家のルームツアーした時なかったゾーンだと思うんですけど、これはポヨちゃんゾーンですか？そうそう、これコタさんがなんか全部ここに入ってるのはコタさんの洋服が多いんですけど、うちがあのよくお泊りとかここからお仕事行ったりとかして、今冬とか春だからアウターものとか結構かさばるのとかが多くて、コタさんがこれ私のために買ってくれたんです。 でもちょっと僕も置きたいなみたいな感じに言ってて、で最初はコタさんの方が多かったの。これぐらいで、うちこれぐらいだったのが、なんかいっぱい実家から持ってきたことだよって、コタさんのスペース今これだけ。虐げられてますね。うちこんなの使ってる。意外とも使って、コタさんの押し詰めて自分の、うんって言って入れてます。ちょっとそうですね、私の服が多すぎるっていう感じですかね。そんな感じです。おかえり。どうも。ということで僕たちのお泊まりデートスタート。はい、ということで僕も映画に着替えたので行きましょう。やっぱ前回お邪魔させていただいた時よりやっぱ生活感感じますね。いや、そうですね。これあるあるなんですけれども、最初冷たいんで少々お待ちを男だからね、水で号はないんだ。うん、無理っすねこれお風呂には入んないけど足だけ先洗うっていうのはどういうあれなんですか？あのお腹空いてるんですよ。はいはい。お風呂入っちゃうじゃん、ガシちゃったら困るんで。今日もお仕事してましたもんね。そうです。その仕事の男の香りっていうのがついてるってことですか？あ、もう非常に
男の香り対策できる方法あったら誰かコメント欄へ。よし、で今日使う予定であるバスタオル、青です。僕ファッファですね、タオル洗った後乾かすときに、でやった後に乾かすとちょっとモフモフになるんですよ。すごい、何それ、そんなのあんの。ありますよ。これじゃあ、お腹空いた。座ったら動けないっていう事件が起きる。じゃあ俺もその事件に巻き込まれちゃった。じゃあやっていくぞ、おめまーす。はい、ということで昨日作りましたハヤシライスがですね、ありますので、まず温めて、ちょっとチッてヒュッて出しておしまいです。ポヨはもう何でも作れるの？やる気があれば何でも作れるのかなって思ってて、そう、この前あの肉じゃがが好きって言って初めて肉じゃがを作ったんですけど、もう割と良かったかも。はい、ということでこのまま温めていきたいと思います。何してるんですか？これを見てほしいんですが、めっちゃ字汚い、コッタさん書いた。頑張れ一番のファンより、はこれは一つ目で、次ちょっと逸れてきちゃってるんです。次、温めて食べてね、昨日はごめんなさい、トーストの上に砂糖をかけてって書いてある。ほんとごめんなさいって感じで、昨日はごめんなさい。あとこれ昨日じゃないしね、字作るだね、これ作る日になっちゃってるね、作日になってるよ。でさ、こうやって例えば字が怒ったりとか喧嘩したりとかすると、あのご飯とか、そう、うちご飯で釣られるの、なんかご飯とかあの作って置いてあって、苦味をこの上ポンって置いてある。でもめっちゃいい男じゃない、それ作ってくれて。それに釣られちゃうと思う。あー、やった、フレンチトーストめっちゃいい彼氏じゃん。これをここに置いてる。こういうのがでもだって一番嬉しくない？なんか直筆で書いてくれるの。でもなんて書いてあるかわかんないから、理解に、あのなんか読む理解に苦しむときめっちゃある。だからこの読み解くところもやっぱ愛を感じる時間ってことで、うん、どうでしょう、なんだこれって、いつも何て書いてあるだからいつも聞いちゃう、写真撮ってこれなんて読むの素敵ですわ。はい、おしまいです。ちょっとどうしよう、もたさん、ここ入れて暑いから。ああ、いいよ、はい、もう来て、ありがとうね。こういうあのね、丼系めっちゃ好きなんですよ。例えばカレーとか、あのこれカレー系めっちゃ好き、キーマカレーとかハヤシライスとか、ルー系ね。あのラプたち一皿で食べれるから、どれくらいかければいいかわかんないんですが、こんな感じに。私めっちゃ思うんだけどさ、うん、パセリで味変わんなくね？わかんない。見た目？見た目いいらしい。できました。お手でとお手で合わせていただきます。はい、どうぞ。飲むの？自分が言うとじゃない。本当に頑張んなくちゃいけないの。いつも思ってる。うん。うん。あんま言わないね、美味しいって。美味しいやつはめっちゃ美味しいって言うけど、分かりやすいやつ、美味しいやつは美味しいって言うけど微妙なんだろうなってやつは美味しいとか言わない美味しいよ美味しいよ、本当に。最近作ったジャーマンポテトは多分めっちゃ美味しいと思って、でもすごい美味しい、美味しい、もうずっと食べたいみたいな。次作ったらなんかちょっとおかしかったんだよね、この前より、ね、水分量が多かった。なんか水分量この前より多くないとか言ってきやがる。とりあえず僕飯食ってきますわ。はい、行ってきますということで、まあ食べ終わりました、ごちそうさまでした。はい、ちょっともう片付けちゃったんですけど、はい、とりあえずあとはいつも通り、いつも通りグータラしていきたいと思います。レッツゴーゴー。ということで、私たちのいつもお風呂入る前の携帯タイムがいつもあるんですけど、それのタイムが終わったので、今からお風呂に入っていこうと思います。はい、もう眠いです
ということでお風呂上がりました。これからもう顔が乾燥してるのに直ちにスキンケアをします。よいドン。はい、パックする。うん、パックすると思って。え、じゃあ冷蔵庫上、一番上かな。最近はですね、このディオールのスキンケアを初めて使ったんですが、とってもいいことに気づいて、これを顔につけていきます。で、ここが乾燥するやん。ここね、で、ついてないとこ、ここにこうやって塗るの、自分で。あ、そういうこと？塗っておけば乾燥する。はい、ということで、これでパックをちょっとしてって、パックが終わったら、美容液、クリームとやっていきますので、しばしお待ちくださいませ。はい。はい、ということで髪の毛を乾かしてもらったので、うん、見てください、こんなにサバサバになりました。はい、なんか顔が乾燥してきたわ。嘘、これなんだそんなの。止まって。あ、別に全然言ってることじゃない。ちょっと合わせて。みたいじゃないけど。じゃあということで、ああ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 あということで、もう日付も回ってるんで歯磨きしてちょっとベッド行きたいと思います。はい、それじゃあとりあえずレディーゴー。歯磨き終わったんでもうベッドインして、私は8時に始めれば。せーの。生まれちゃってんの。いつもはここもコトさんのコトさんの中で寝るの。大体この肩でいつも寝てます。まあ起きたらどっか行って起きたらもう二人とも自由だよ。こっち行った、あっち行った。俺なんて腹出して布団から出てるもんね。そう、大体こうやって私は包まれて寝るか、まずこれやられたら一瞬で眠くなくてもすっと寝るけど、この間なんかこうやってやってたの。頭皮をね、こうやってこれやると、なんて言ったんだっけ、エクステ取れる、エクステ取れるかやめてって言われたけど、うん、こっちとらエクステプロなんでそんな取らないことなんでできるんですよ。うん、けど嫌なんでしょ、これ。嫌だ、これ。なんかすごいね、なんか音がガサガサ、ゴロゴロ言ってる。これは？あ、寝ちゃう。寝ちゃう。そう、大体なんか、何パターンかある。叩くパターン。1パターン。2パターン。指先で。かも、本当に全部。最近思ったうちの好きなとこ。はい、はい、この俺ね、こうやってモコモコ着るんですよ、うん、ユニクロなんですけど、うん、このモコモコ着てるんですけど、ぽいちゃんはいつもモコモコ、本当にマジ捨てたい、マジいや、本当にキモいみたいな感じなんですよ。それでも懲りずに僕はパジャマなんで、ぽい、うん、ちゃんが着るジェラピケみたいな感じで、うんうん、そう、こうやってジェラピケなんですけど、これね、ぽいちゃんジェラピケ3つぐらい今お家置いてて、うん、ジェラピケみたいな感覚でこのユニクロ着てるんですけど、これが嫌いやと、本当にもう捨てたいっていつも言ってるぐらい、うん、である時ちょっとパーカーで寝ることがありまして、うん、パーカー着てこうやってやつ、うん、そしたらうんモコモコにしてあれモコモコ嫌いなのになんだかんだこれがええやんって思ったとこが最近あった。ああ、これ着てる俺が好きなんやなって思ったら、わ、可愛い、好きだって思ったかな。うん、ぽいちゃんは？ねえ、ゴタさんの最近思った好きなとこは、寝るときに、うちね、いつも壁側向いて寝ちゃうじゃん。
突然、うんうん、でもコタさんはいつも寝ぼけながらでもこうなんていうの後ろかがねこうやってギュッてして寝てくれるの、うん、そこなるほどね、うん、あとこうやってなでなでしてくれるところです。だそうです。日々愛されて生きてます。あ、今日も一日一回言うやつや言ってない。うん、いっせので言う。うん、大好きだよ。うん、だそうです。ということで、僕たちのおうちデートはこんな感じかな。今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。コタちゃんが好きだと思う方はグッドボタン、ブルちゃんが好きだと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあバイバイ、おやすみ。